いたしましたそれでは、これから大使に聞くシリーズで、今日はフィリピン大使の桂誠大使に来ていただきましたので、これから日本とフィリピンの関係、あるいは今、フィリピンの置かれている現状、アメリカおよびアジアとフィリピンとの関係等についてですね、ふだん、わがあまり知ることのできないフィリピンの内情、経済情勢を含めて、 お話を伺っていきたいと思いますその後で一問一答の質問をということになっておりますのでよろしくお願いします私は企画委員のテレビ朝日の川村と申します桂大使の略歴はお手元にあるかと思いますけれども昭和45年に外務公務員の上級試験に合格されまして46年に外務省入省ということで その後、フランス大使館の参事官、フィリピン大使館の参事官等を歴任され、ジュネーブの国際機関、日本政府代表部の講師をされて、その後、衆議院の事務局、国際部長なども歴任され、現ラオス大使および現在のフィリピン大使をされております。 あの今、マニラは34度、5度ぐらいでございまして、日曜日の夜帰ってきまして、もう寒くて、ですねちょっと風をひきまして、声があまり通らないかもしれませんけれども、お許しいただきたいと思います。あのお手元に資料がございます、この資料を全部ご説明するつもりはないんですけども、まあ、これに沿いまして、ですね、まあ、基本的にはその今の内政、 それからその外交については資料があるわけではございません、それから経済については、別添3というやや詳しいのがございます、これ、全部ご説明するつもりはありません、それから次にあの日費関係につきましては、ですね、まあ、そのこの円グラフ等を使いまして、経済を中心にして、フィリピンにおける日本のプレゼンスがどのくらいなものかという感情をつかんでいただければというふうに思っております。 それじゃあ、最初のページをお送りいただきまして、資料1と言いますか、別点1でございます、ちょっと英語で申し訳ございません、大使会議が昨日一昨日とございまして、その準備もございまして、慌てて飛び出したものですから、普段私どもがあのもうが、マニュで現地で使っております、英文のそのまま持ってまいりまして、教室でございますが、これをご覧いただきますと、最近の大統領の,この支持率の えー、下降ぶりりいうんですすかねが、えー、出てまいります、えー、このフィリピンの支持率というのはちょっと日本と違いましてです、ね、支持率から不支,不支持率を引いたネットでございます。で、あの一番左のこの C 秋・秋のコラソン秋野さん、まあ、あの大体、大抵の、どの国のどの政権でもそうですが、初、まあ、めは支持率が高いんですね、まあ、そのうち下がってくると。 でこのゼロというのは、要するに支持率と不支持率が、まあ、そのプラスマイナスゼロだということでございまして、まあ、大体皆さん、辞める前にゼロに近くなっちゃうんですからラモスさんもこれは大変いい大統領だと言われてましたが、まあ、一時ゼロに近くなと、それからエストラダさん、これはの有名な映画俳優でございまして、ですね、まあ、政治家にすでになっておりましたけれども、まあ、この人が大統領になったら相当ひどくなるなと言いながら、まあ、大衆的な人気で当選したわけですね、98年に。 でところが途中でまあ腐敗汚職とかでめちゃくちゃになって、まあ、この第二革命と言われるもので追い出されたわけですけど、えーまあどの最後はあの、えー、マイナスになったわけではないと、それでも大衆行動で、第二革命で追放されたわけです。でその後、まあ副大統領だったアロヨ前副大統領が、まあ、アロヨ前大統領はです、ね、エストラダ政権の副大統領だったんですね。 でエストラーダさんが大統領を追い出された後、まあ昇格したわけです。で昇格したときはプラスでございました。しかし今あの、マイナスになったこともございます。で2004年にです、ね、大統領選挙がございました。で、あのフィリピンは大統領は再選されえないんですが、しかし2001年から2004年までは、まあ、アロヨさんはです、ね、まあ、エストラーダさんが辞めさせられた後、まあ代わりに勤めたというような、まあ、そういう整理でですね。 2004年の大統領選挙に出馬することができた、でまあ、当選した、したがって支持率はまあプラスであったと、プラス30ぐらいだと。ところが、これがうわっと急激に下がりまして、ですね荒尾さんの、まあ、2004年から去年までの6年間、これはもうずっとネット支持率がマイナスということでございます。えー、2つ原因がございまして、ですね、えーまあ、あの別にこれはあの確証があるわけじゃないんですけれども、荒尾さん、女性でございますが、 ご主人等がですね、まあ、周辺がその非常にこの腐敗、汚職をしているのではないかという噂がもが常に、えー、新聞史上に賑わしておりました、あそれからもう1つはその、まあ、だんだん後半になりまして、えーまあ、2007年とか2008年になりましてです、ね、で、まあ、アルドさんはその憲法改正をやりたがっていると、えー、どういう憲法改正かというと、まあ、フィリピンは大統領制でございますが、まあ、いわばプーチンみたいですね。 ロシアのプーチンみたいにその首相というものを作ってです、ねまあ、大統領には再選されえないけども、えー、首相になってです、ね、権力を保持しようと、まあ、プーチンみたいになろうとした形跡がございましてそのためには憲法を改正しなきゃいけない憲法改正しようとしていると思われて現に、ねまあ、し,したようですけどもそれで、まあ、権力に固執するということでものすごくその評判があるかとで、まあ、一時マイナス50というのはですねその 支持率から不支持率を引いてマイナス50と、大変な悪評でございましたで2010年の5月の大統領選挙を迎えたというわけでございます。当選したのは、ご承知のとおり、今の、えーまあ、通称のいのい、ノイノイ、秋野さんでございます。お母さんはコラソン秋野さん、お母さんのコラソン秋野さんが2009年の8月にお亡くなりになりまして、結腸がんになったんです。 でその頃まではで、すね、我々誰もその息子さんが大統領になるなんて全く誰も思ってませんでした、本人も思ってなかったと思います。ところが亡くなられて、まあ、その国葬に近い葬儀が行われた後です、ね、そのまあお母様に対するそのまあ国民のまあ死亡を思うです、ね、死母の女王、それからもう一つはもうお父さんですね、あのえー、二宮明乃さん。 この方はマルコス独裁政権下に今暗殺されておりますけれども、そういうその秋野家に対するその期待感というか、ですね、まあ、アルオ政権が腐敗していると言われているからこそ、ですねそれに対局するそのまあ清廉なイメージ、国のためにまあ命を捨てたお父さん、その後革命を一生懸命やって、まあ、マルコス独裁を倒したお母さん、その息子さんの野井野ヤキ野さんに対するですね、 人気が爆発いたしましてですね、えー、彼は大変そのためらってたんですけれども、ついに立候補したというわけでございます。えー、ページをおめくりいただきましてですね、<laughs> 別点にというのはこの秋野政権の閣僚リストでございます、えー。5月の去年の投票の結果、大統領選挙の結果、<laughs> 成立しました去年の6月30日からの秋野政権のリストでございますがこれはあんまり詳しく申し上げてもしょうがないんですがどういう系統の人がこの秋野政権に入ったかと申しますとですね <laughs> まず副大統領のこのビナイさんという人がいますであのこのフィリピンがアメリカと唯一違いますのは大統領、副大統領が組で選挙に出るんですが結果は違うかもしれないですね。 であの実はあのアキ大統領と一緒に組んで副大統領選挙に出たロハスさんという人がいます。この人は大変政策通で立派な人なんですが、この人は副大統領選挙副大統領としては負けちゃったんですで。あのフィリピンではそういうことが起こるんです。で勝ったのはこのビナイさんという人でございましてですね、このビナイさんという人はあの。 大統領候補としてはそのエストラーダさん、まあ、エストラーダさん一回辞めたんですけどね、まあ、辞めさせられたんですけど、もう一回、今、立候補してたわけですね。でそのエストラーダ大統領候補と一緒に組んだビナイ副大統領が、副大統領としては勝ったということでございまして、なんていうか、助けがけになってるというかです、ね、非常にまあ面白い形になってます。まあ、こういうこともなかったわけじゃないんですけども、えー、そういう副大統領がいる。ただ、このビナイさんという人はです、ね、あの今の大統領のお母さんのコラソン・アキノさんと非常に近くて。 マルコスを追い出すときには大変なあの活躍をした人であると、ですからまあ秋の、<laughs> 秋の家とは近いということでございます。それから官房長官、これは脇野さんの非常に近い人でございますが、まあ、国政に出てき,てきた政治家じゃなくて、ですね、まあ、そのまあいわばお友達という形で内閣を支えているということでございます。で外務大臣のロムロさん、これはあの非常に珍しいんですが、 えー、今の大統領が非常に批判してきたあアロヨ政権の外務大臣だったんですが、これが引き継いでの次の政権である、うん、秋野政権の外務大臣になりました。えー、なぜかというと、この人はやっぱりお母さん、クラソン秋野さんと非常に近かった、えー、ということでございます。たただ先週ここのの方は辞めまましたであのちょっと教でございますがこの、うん このリストには反映しておりませんが、この二三日前にですね、デルロザリオという違う方がガナジになっております。この方は財界人でございます。その下財務大臣からまいろんな閣僚がいますけれども、その <coughs> どういうそのまグループがいるかと思いますと、あのと申しますとですね、この財務大臣のプリシマさんという人が <coughs> おりますけれども。 この人はあのアラヨ政権の財務大臣だった人です、しかし途中で2005年にです、ね、あまり汚職腐敗がひどいと言って、自ら辞表を叩きつけてです、ね、それで大統領に辞めなさいと、私は辞めますと、こういったグループがあります。その,そのグループに属しているのはこのプリシマー財務大臣、それからその社会、ちょっとその10個ぐらい下なんですが、社会福祉開発大臣のソリマーさんという人、それからずっと下にその、まあ、予算管理大臣のアバドさんという人がいますが、 その人もそうです、アロヨ政権の閣僚だったんですけれども、アロヨさんに反旗を翻したとで、アロヨさんは辞めなかったと、従って自分が辞めたと、こういうグループがいまして、ですねそういう人がそのアロヨ政権を批判した今の、えーえー、秋野政権で重要なポストに取りあの、えー、採用されているという、そういうグループがいます。それからもう一つはまあその、お母さんのコラソン秋野さんと近かった人ということでございまして、 先ほども、まあ、先週まで外務大臣だったロムロさん、それから、えー、<coughs> あの国防大臣というのが、まあ、真ん中辺にいますけれども、このガズミンさんという国防大臣がいます。この人はそのお母さんのコラソン・アキノさん時代の大統領府の憲ご隊長でございました。当時、お母さんのコラソン・アキノさんの政権の時には何回もクーデターがございましてです、ね、そのクーデターをその身を守って助けてくれた、まあ、側近中の側近ですね、軍人の中で。 そういう人をまあもう待機しておりましたけれども、引っ張ってきて国防大臣に持ってきていると、そういうそのまあお母様系統の人が他にもいますが、ちょっと下の方ですけれども、運輸通信大臣のデヘススさんという人がいますけれども、この人もそのコラソン・アキノさんの時代の大臣だった人をまあ持ってきていると、こういう人がおります。 まあ、あとはです、ねまあ、実務課っというんでしょうかね、あのまあ、この、まあ、フィリピンの場合は、生と官というものがはっきり分かれているわけじゃないんですが、あまあ、そこの役所の早抜きの人とかです、ね、まあ、あるいはその分野で非常にその、まあ、専門家であるというような人がおりまして、例えば上から10個目ぐらいの労働雇用大臣、こ,のこれはこの人は労働雇用省の早抜きでございます。保大大臣臣はははここのの人人お医者さんですね貿易産業大臣もこの人は あの前に貿易産業省の次官をやった人で、まあ、役人というわけじゃないんですけど、それから天然、えーえー、環境天然資源大臣とかです、ね、環境技術大臣など、まあ、実務家といいますかあ、そういう人が大臣になっております、それからその下の方から数えて10個目ぐらいにです、ね、国家経済開発庁長官兼社会経済計画大臣のパテランガさんという人がいますが。 まあこの人も別に政治家というわけじゃなくて、元ここの国家経済開発庁の長官がやってた人で、どちらかというと、日本ではえば官庁、エコノミストみたいな人でですね、非常にこう、経済に明るい。で、この人が、国家経済開発庁長,長官という人が、外国からの、日本からも含めた ODA のまあ取りまとめをやっている、こういう形でございます。次のページに参りますけれども、行政府以外でございますが、 上院議長、この人はエンリレさんという人でございまして、あるいは覚えておられるかもしれませんが、25年前にマルコス独裁政権が倒れたときにです、ね、実はこの人は国防大臣でございまして、マルコス政権を支えてたんですが、このエンリレさんとです、ね、当時参謀次長だった後に大統領になるラモスさんがです、ね、反旗を翻すんですね、それでそのいわゆる江戸サ革命というのが、ちょうど25年前に成立したと。 とということで有名な人で、エンリーレー元国防大臣でございますが、この人がそのうちその上院議員になりです、ね、今は上院議長になってて、もう非常に高齢でございますけれども、上院議長をやっているちなみにあの、上院というのはあの、非常に小さい上院で24人しかおりません。ただ、アメリカと同じで、えー、条約の承認権は上院だけが持っております。下院は条約の承認権を持っておりません。 後で申しますが日比経済連携協定を通すというときにまあ大変でございましたけれども、まあ、そういう上因があると、それから下院がございます、これはのもっと多くて、ですね240の小選挙区プラス若干の、えー、比例代表区がございますけれども、その議長はまあベルモンテさんという人でございます。でこのベルモンテさんという人は、実はあのアロー政権時代の与党でございました。しかし選挙をやっている最中に、ですね、ら替えしましてですね。 この秋野さんが大統領になりそうだということで、秋野さんの陣営からくら替して、自分の会員の選挙区に立候補しまして、当選して、そして新たな会員の中で議長に選ばれたこういう方が会議長をやっておられます。その会員というのは、ですねこれはまあ予算を通したりするために非常に重要なんですけれども、この会員は大統領が切り崩すことが可能でございましてですね、 なぜかというと、あの大統領はその公共事業をいろんな国内の、えー、いろんな小選挙区にその配布する、そういう権限を持っているんですね、えー。そうしますと、会議員としてはです、ね、自分の選挙区でまあ病院作ったり道路を作ったりするために、どうしても大統領の承認が必要であるということで、ロヨさんの当時の会員はやはりロヨさんの用途が多かったんです。ところがあの このベルモンテさんのように今度は秋野さんが大統領になるそうだというと秋野さんの陣営からあの、えー、立候補して当選すると,、えー、ということで、えーまあ、同じ人が再選されてきてもです、ね、新しい会員というのは荒尾、えー、さんが与党だった会員が今度は秋野大統領の与党が多数を占める下院に、まあ、自然に変わってきているということでございます。というわけであの去年年末に 今年度予算が去年の年末に通っておりましてです、ね、あの日本も3月末までに予算が通るかどうかって大変大きなことなんですけれども、フィリピンでも年度末までに翌年度の予算が通るかどうか、これは一つ、政権の強さを図るバロメーターでございますが、これが去年、あのうまくいっておりましてです、ね、去年の年末に会員がスーッと通りです、ね、それから24人の上院もすッと通りまして、去年の年末に今年度予算がまあ通過したということでございまして。 まあ議会ととの関係はなななかかか順調にいいいってるかなという感じでございます、えー、次にあの最高裁の長官、コロナさんと書きましたが、この最高裁はまあ15人ぐらいの最高裁でございますけれども、これがなかなかクセモ者でございましてです、ね、まあ、日本の最高裁はあの、まあ、下級審から上がってきたのを最終的に判断するところなんですが、フィリピンの最高裁は全然そうじゃなくてです、ね、えー、まあマルコス独裁政権を倒したのまの、まあ 教訓として、大統領だとか、あるいは議会のやることに対するお目付け役を最高裁が期待されているとで、その下から上がってきたものを最終的に審査するのではなくてです、ね、いかなる案件でも、そのいかなる国民からであってもです、ね、えー、そのアピールされますと審議してです、ね、これはこの大統領がやってることがおかしいとかです、ね、この会員がやってることがおかしいとか、その止めることができると、非常にその大きな権限を持った最高裁がございまして、これは非常に重要でございます。 でこのコロナさんは、アル尾さんが辞める直前に任命してまいりましたで、えー、秋野さんはそのことを非常に批判しておりました、でえー、その秋野さんは自分が大統領になるときの宣誓式で、ですねこの最高裁の長官の前で宣誓するのはやだと言って、ですね他の最高裁判事の前で宣誓しておりましたけども、まあ、そういうことを言うと、あんまりこう最高裁長官も面白くなかったかなと思いますが、後で申しますが、ちょっとしっぺ返しを受けております。えー <laughs> さてあの、内政につきましては、あのそういう、まあ、国家体制が新たにできたわけでございますけれども、<laughs> あのいくつか私の内政上の気づきの点を申しますと、先ほど申しましたように、まあ、秋野さん、非常に人気が高いと、であの1という、別添1という資料にお戻りいただきますと、ネットで64%の公衆率がです、ね、これ、なかなか落ちないです。えー <laughs> なぜ落ちないかということなんですけども、まあ、いろんな理由があると思うんですがあの秋野さんという個性なんですねこの、まあ、お母さんお父さんのお、まあ、カリスマ的ないい影響が残ってるということがあるんですがやっぱり何回も私もお会いしたことがありますがとにかく非常にいい人であることは確かでですね何か悪いことをしてるって感じがしない非常に率直な人で率直に話をしすぎることがあって、えー、時々問題を起こすんですが。 まあこの人は非常にいい人だなということがなんとなく国民全体に分かっているというところがありましてですね人気が非常に高いと,、えー、ということが一つとそれからあとで申しますが経済が非常に好調だということがございます、えー、で、えー、しかし問題がないわけじゃなくてです、ねえー、この資料には特に書きませんでしたけれども、えー、今後の問題点になりうるのはです、ね、そのアロヨさんの腐敗を批判した割にはです、ね、何もその追及できてないじゃないかと。 いうことが実はありますその荒ヨさんの政権の腐敗を追及すると言って、ですね真実追及委員会というものを設置して、ですね元最高裁の長官とかいう人に委員長になってもらったんですが、先ほど申しましたように、最高裁に対して、ですねこの真実追及委員会というものを作ったこと自身、違憲ではないかと、こういう訴えが出されました、そうすると最高裁がいきなりそれを審議するわけですね。でこれはあの違憲であると えー、みんな人間は平等であってです、ね、裁かれるのはちゃんと下級審から口頭さえましょうと上がってくるべきであってです、ね、なんか真実追及委員会というのを作ってです、ね、荒尾さんだけそれで裁かれるのはそのおかしいと,と言って、最高裁がその止めちゃったんですね、先ほど申しましたように、そういうことができるんです、最高裁で、真実追及委員会というのはでき,ませんので,できませんでしたので、荒尾さんの追及というのが、まあ、具体的に始まってないということが1つでございます。それが そ,うそ,う <laughs> それから2つ目はあの、これは人事上の話でございますが、先ほど申しましたように、そのロハスさんという、自分と組んで出た副大統領候補が負けちゃったわけですね、であのそのロハスさんというのは大変政策数で、本来、秋野さんを助けてくれるべき人なんですが、その人をどう処分するかというのは大変大きな問題です。で、あの実はフィリピンは憲法上です、ねあの、選挙に出ますと、あの1年間はあの公職に就けないんですね。 負けた副大統領候補を秋野さんは自分の政権の閣僚にできないわけです。で、その期限が5月の去年の選挙から1年経,つ経った今年の5月にその期限が明けます。そうしますと、ロハスさんを、えーまあ、自分の内閣の大臣にすることができると。じゃあ、その誰を変えるかってことなんですね。で、まあ、一番いいのは官房長官にするのがいいんでしょうけども。 その今官房長、官房長官やってるオチさんはまあどかないでしょうね。えー、で、そのどの大臣と変えようとしても、今やってる大臣はまあどかないだろう、じゃあどうするのかと、これがあの一番実は大きな、まあ、人事上の問題点としてはございます。<laughs> えーまあ、そんなことでございますけれども、まあ、なかなか順調に、えーえー、秋野政権が誕生したということは確かでございます。 えー、その次に外交でございます、これはの特に資料を用意してございませんので、えーえー、口頭で申しますと、えーまあ、秋野さんが去年の6月30日に大統領になられましてから、ですね、まあ、当然9月の国連総会には行かれまして、当然まあそういう意味でアメリカには行ったと、それから10月にはまあ当然 ASEAN アアプラス3の首脳会議はハノイでございまして、これは当然行ったと。 でこの時に菅総理とも、まあ、30分でございますが、首脳会談がされていると、えー、それから11月にはご承知の通り、横浜の APEC サミットに、まあ、来ていただいたということでございます。まあ、これはあの、まあえー、国際会議でございますから、まあ、2国間の正式な訪日をしたということではないんで,です、ね、まあ、そのうちぜひ来ていただきたいと思っております。こ、えーまあ、今年になりました。 で今年はおそらく、おそらくというか、来週ですか、インドネシア、シンガポール、まあ、近隣の ASEAN の国は、もう来週行くと思います。えー、そのうち、<laughs> さらにいろんな国に行くと思いますけれども、えーまあ、日本にもなるべく早くですね、えー、正式な日本訪問していただきたいと思っております。えー、中国との関係がちょっと最近ぎくしゃくしております。<laughs> これもちょっと資料用意してございませんが、口頭で申しますと、<laughs> えー、去年の8月にですね、 マニラ市の中心で、えーまあ、バスジャック事件がありましてです、ね、香港の観光客があーたくさんのトライだとで、警察がうまく処理できませんで,です、ね、まあ、8人犠牲者が出たとで、香港が大変怒っておりまして、えーまあ、香港から集団的にフィリピンに観光をするのをやめろという、まあ、そういう、まあ、観光をしてて、非常に観光客が減っていると。 まあ香港が起こったということはまあ中国政府も起こってるんですけどもそういうことでギクシャクしておりますそういうい中でご承知のとおり去年の12月にですねノーベル平和賞をまあ中国の反対制派がまあ受けたわけですねでその時にストックホルムでまあ受賞式があるとでそれにですね中国政府がその皆さん行かないでくれとボコッとしてくれということを非常に強く働きかけたわけです。 ただもちろん日本、アメリカ、欧州とこういう、まあ、いわゆる民主主義国家はですね、まあ、それはあの、えー、行きましたあ、えー、別に中国に嫌がらせしたわけじゃないんですけども中国の反対政派がノーベル平和賞を取られたということについてまあ祝福しに、えーまあ、行ったというか現地の大使が出たわけですねでところが中国はあもうほとんどの国に、ね、そういうことをしないでくれといって、まあ、大きな圧力をかけたわけですねでそれに対しましてフィリピンがどうしたか これは報じられておりますけれども、フィリピンはボイコットする方に入ったんですね。でこれはの大変フィリピンで大きく批判されました。まあ、フィリピンはあの、まあ、マルコス独裁政権を革命で倒して以来、ですね、まあ、人権を尊重しているということを標榜しておりまして、例えばあのミャンマーのアン・サン・スー・チー女子はその釈放されるべきだというようなことを言って、です ASEAN、ね、の中では最もそのまあ米欧,欧米寄りのですね、 人権尊重の国だということを標榜していたわけですけれども、えー、全くそれにははの反することをやって、まあそのえー、ノーベル平和賞に誰も出なかった方のまの、あ、一種一党独裁性型の国の中に入ってしまったということをいたしました。えー、これはあのフィリピンの中で大変に大きく批判されました。それししましてでですすねね、えー、秋の大統領等はです、ね いやボイコットしてよかったんだと。おという時の理屈としてですね、まあ、秋野大統領は非常に率直な方なんで、非常に率直にしゃべってしまったんですね、でどういうふうに率直にしゃべったかというと、今、中国でフィリピン人が死刑を受けようとしてると、これを応赦してほしいんだと,、うん、ということもあるので、えーまあ、中国を、まあ、怒らせないほうがいいと思ったという、まああの、表現は別にして、そういう趣旨のことを、まあ、非常に率直におっしゃってしまった。 えーえー、ということなんですね。であのー、ご承知かと思いますがフィリピンの一つの特色は大変多くの出稼ぎ労働者を世界中に出しているということでございます。えー、人口9000万を超えました、えー、その1割ぐらいが海外出稼ぎに出かけておりましてです、ねえー、この人たちの海外からの送金が GDP のです、ね、これは中じゃないですね、外側なんですが外に1割ぐらいあるんですね。こう大変な 大きな経済的な貢献をしているそういう海外で稼ぎる労働者が850万人ぐらいということなんですねでこの人たちがその海外で安全に生活しているかどうか守るっていうのはこのフィリピン外交の一番大事な柱でございますであのその人たちの何人かがまあ中国でまあまあ騙されてっていうんですかねその麻薬の運び屋運び屋やっちゃったとしたらその捕まってその死刑の判決が出ちゃったこういうことなんですね。 でご承知のとおり、日本人にもそういう方がおられるんですね。であの4人ですか、もうすでに死刑の執行を受けた方、おられます、日本人で。だからイギリス人でもそういう方がおられます、ご承知のとおりです。ただ、日本とかイギリスはです、ね、その日本人の人を助けてくださいと言って、なんか妥協するとかです、ね、中国政府と交渉して、こうしますからとかいうことはないんですね。ところが、フィリピンの場合には、その自分の国から出た手稼ぎ労働者がです、ねまあ、悪いことしたんですね、麻薬の運びをやったわけですから。 で死刑の判決を受けたのは、これはまあしょうがないんだけども、その死刑が執行されるということになると、これはもうパニックなんですね、あのフィリピンというのはそういう社会なんです、この出稼ぎに出てる人というのはもう本当にこの、なんて言いますかねその <coughs>、えー、自分たちを助けてくれる人たちであってです、ね、まあ、その中の何人かが真逆に手を染めてしまったとしてもです、ね、これは助けなきゃいけないということで、えー、ノーベル平和賞のームですね、<laughs> まあ、ボイコットするという決定をしてしまったと。 いうようなことを、まあ、いわばアッキュラ関東大統領がおっしゃったということでございます。えー、それはもう非常にフィリピンで批判されております。で、まあ、あの、ご承知の通り、フィリピンはアメリカの同盟国でございますけれども、まあやっぱり中国が非常に大きく出てきたと。<coughs> ということで、まあ、ある種、米中の間で、まあバランスを取ろうかという感じが少し出てきてるんですね。えー、で、ところで。 そういう路線というんでしょうか、これ、秋野さん自身がそういう路線だったと私はあんまり思わないんですけれども、まあ、そういう路線を代表してたと思われるような外務大臣のロムロさん、先ほど申しましたように、まあ、先週お辞めになったんですね、で今度、まあ、本当に数日前に新しい外務大臣が誕生したんですが、この方はまあビジネスマンだった方ですが、まあ、政治任用でまあ中米大使をやってた人なんですね、このデル・ロゼリオさんというんですが。 でその方が本当におとといか先ほどです、私が東京に来た直後でございますが、マニラで記者会見をやっておりまして、やはりその同盟国であるアメリカとの関係が一番あのフィリピンの外交にとって基礎なんだということをおっしゃっております。ですから、あ,ある種、米中の間でバランスを取るというのは、少しです、ねまあ、アメリカの同盟国であるフィリピンというところに少しこう戻るのかなという感じがあるのかなという感じがしております。 それじゃあ、外交はそのくらいにいたしましてです、ね、次の別点さんというページに移らせていただきます、これは全部申し上げるつもりはございません、ポイントだけ申しますと、GDP でございますが、2010年の実質成長率ですが大変良くて、2009年の7.3%プラスでございます、これは1975年以来、最高だったとでございます。 次の2つ目の丸でございますが、1人当たり GDP が2010年は2011ドルと、2000ドルを超しました。しかし、まあ、その近隣のマレーシアの7755ドル、タイの4621ドル、インドネシアの2963ドルと比べ,比べますと、ですね、まあ、残念ながら相当ま,あまだまだ差が開いていると。で遅れてししままいましたけども、まあ 今なななお追いいいいいかけけきゃいけないという数字でございます物価の上昇は3.8%で、これは目標、中央銀行の目標値が3.5から5.5だったので、まあ、その目標の中では下の方でございまして、まあ、非常によかったと。失業率は7.3%、まあ、そこそこでございます。からずっとこの下の方に目を転じていただきまして、この丸の1、2、3、4、5、6、7つ目の丸をご覧いただきますと、先ほど申しました話で、海外送金がですね、2010年の年間の送金額が、 増えて187億ドルと、これは GDP の外側に GDP の1割ぐらいのものがあるということでございます。それからずっと下の方にその丸の3つぐらい下の方に参りますと、不良債権比率というのがございますが、不良債権比率は去年の11月末現在で3%ぐらい、これは非常に低くて、ですねフィリピンの金融界は非常に健全でございます。自己資本比率もと高いと 財政は去年の1から12月の財政赤字、12月の数字まだありませんので、1から12月の財政赤字が名目 GDP の約3.2%、これをです、ね、秋野政権はもう少し下げてです、ね、2013年から2016年ぐらいにかけて2、2%程度まで財政赤字をもうちょっと減らしたいということでございます。その累積残高は名目 GDP の55.4%でございます。 で将来の目標、一番このページの最後でございますけれども、えーまあ、去年の2010年の7月、この秋野政権ができた直後の、まあ、経済閣僚の合同委員会で,です、ね、まあ、2011年、今年から2016年まで毎年です、ね、実質成長率を毎年7から8%ぐらいにしたいと、ちょっとこう上向きに改定しておりますで。2010年の目標値は、まあある政権時代に5から6という目標だったんですが、これがあの超過達成されまして、 7.3%であったということは、あの先ほど申し上げた、えー、通りでございます。まあ、したがって、外資で,です、ねまあ、経済はまあなかなか好調であるということでございます。で次に、今度はのちょっと空ラりの、えー、あっ、すせん、りになっておりませんが、申し訳ございません、円グラフがございます、えー。資料4というのに参りますと、ここから先、日比関係の、えー、経済関係の数字を申し上げます。 えー、2009年と2010年の円グラフがございますが、2009年におけるフィリピンの輸出先の最大の輸出先はアメリカでございました、次は日本でございました。ところが去年は逆転しましてです、ね、日本向けの輸出がフィリピンにとって第1番になりました、アメリカが2位でございます。それからシンガポール、それから中国、それから香港となります。ただです、ね、このフィリピンの中国向け、香港向けの輸出が増えたと言いましても、 これは相当ですね、日本のフィリピンに進出した企業が貢献されてます。つまり、フィリピンに進出した日本の工場がですね、中国のにある工場に部品を輸出するというのが非常に多くございますので、その私はいつもフィリピンの方に行ってますが、あなた方の中国向け、香港向けの輸出が増えたといっても、結局、フィリピンにいるですね、あのおらゆる日本の会社、特にエレクトロニクス関係の方の 部品のの輸出が相当の分を占めててまますすよとということは申し上げておりますえ次があの、これも英語で恐縮でございますけれども、あのえー、この横長の,の表がございますが、これはの日比経済連携協定が発効しましてからです、ねえー、カツオとかです、ねそのえー、エビとかカニとかです、ね、バナンとかいうものが日本に相当輸出が増えたということでございまして。えー それで次のページにまた円グラフがございますが、今度は輸入に入らせていただきます。えー、2009年の輸入でございますが、えー、これ、初めて日本がアメリカを追い越しまして、フィリピンに対する輸入元として1位になりました。えー、<coughs> 去年、まあ、12月の数字まだ出てないんですが、あ去年のもですね日本がアメリカを追い越して、日本からの輸入が1位になると思います。これはやはりあの 直接投資と関係しておりまして、日本の工場がフィリピンにたくさん進出しますと、部品を日本から持ってくるものですから、それで日本が輸入の一員だという面がございます。次のページに参ります。あの次はあ直接投資でございます。えー、直接投資、これはあの2006年から2010年までの5年を累積いたしました、えー。この円グラフをご覧いただきますと、 直接投資でも日本からの直接投資が一番で、次が韓国、それからアメリカ、オランダ、シンガポール等となっていますで。その右側の円グラフは、このペザと書いてあるんですが、これはフィリピンエコノミックスオンオーソリティと申しましてです、ね、まあ、この特別に税制を,税を優遇するその輸出特別加工区ですが、それを見ると、さらに日本の割合が非常に高い、40%ぐらいがアメリカ日本で20、20%ぐらいがアメリカからであるということで。 まあ非常にそのフィリピンに対する直接投資の中で日本が非常に大きな割合を占めているということでございます。で次のグラフをご覧いただきますとその直接投資を2009年と2010年だけで比較いたしました2009年の日本からの直接投資が、ね、58.1%も占めておりますこれはの日比経済連携協定が発行しまして急に増えたということがございます。 去年は2010年は29.8%、まあ、2位がオランダ、次が韓国でございますけれども、まあ、これがまあ普通の状態に戻ったということでございまして、まあ、普通の状態に戻っても日本はフィリピンに対する直接投資のまあ大体30%、一、まあ、を占めて、まあ、その多くがまあ製造業であるということでございます。それからの資料5というところに参りますと、これが ODA でございましてですね。 えー、この資料5の ODA の左側の円グラフをご覧いただきますと、えー、これは OECD の,の DAC という、援、ま、助、あ、委員会が作った <laughs> 数字でございますけれども、この円借款無償協力、技術協力を合わせまして、フィリピンに対する ODA の約5割、半分ぐらいが日本から。 いうことでございます。まあ、ヨーロッパ勢は非常にこのまあフィリピンでは大きくないということでございます。えー、ちょっと右側のローンというところは省略省略いたしますで。資料6でございますが、あこれはあの先ほど申しました海外でかすぎ労働者からの <laughs> 仕送りこれがフィリピンにとって非常に大きいというご説明をいたしました、えー。その中で一番大きいのはやっぱりアメリカからの仕送りでございます。 2009年も2010年もアメリカからの出稼ぎ労働者の仕送りが全体の4割以上を占めている次がカナダ3位がサウジアラビア4位がイギリス5位がこれは日本で働いておられるフィリピン人の方の仕送りが実は5位であるということでございます資料7でございますがこれはミンダナオ島の地図でございましてですね ここで我々はその相当民棚の支援というものをやっておりまして、えーまあ、実は小学ではございますが、小学校とか給水施設とかですね、あるいは職業訓練センターというものを作っておりまして、まあ、40ばかり作っております。これもっと古いと思いますけども、まあ、そういった地図でございますが、そこであの8ページ目に参りますと、これもいつも私がフィリピンの方に説明している資料をそのまま持ってきて、教室でございますが、英語版で教室でございますが、 このミンダナオはですね、これはフィリピンのアキレス腱でございまして、そのフィリピンの経済発展を遅らせてきた要因が他にも数々ございますけれども、このミンダナオの西のほうでこの内戦ごときものが起きていると、これがなかなか止まらないというのは、一つの非常に大きな損害要因でございます。 で、あの日本が3つそこで協力しておりましてですね、この J バードとございますが、<laughs> この Japan Van Samoro Initiative for Reconstruction なんでロックマンを称しまして、先ほど申しましたその小学校とか給水施設とかですね、こういうその民生安定用のまあ、ODA ですね、これを相当やっておりましてですね、えー、内戦が終わる前から復興支援を行っているというのが一つの柱でございます。2つ目の IMT と書きましたのはあの。 インターナショナルモニタリングチームと申しまして、これは停戦合意ができてるんですが、その監視をするためのチームに、日本が2人人を出しております。これはの国連 PKO じゃないもんですから、自衛隊員は出せないんですが、JICA の方に2人来ていただいて、このインターナショナルモニタリングチームに加わってもらってるということでございます。で、このインターナショナルモニタリングチームというのは、実はですね、マレーシアの兵隊、ブルネの兵隊、リビアの兵隊。 ががからなってたんですが日本はそのモスレム、イスラム教の国家でない国家としては、ですね初めてこのインターナショナルモニタリングチームに人を出したと。アメリカも人を出してませんし、オーストラリアも人を出してないということでございますが、まあ、日本がイスラム教でない国としては、ここに先駆けて2人人を出しているということでございます。最後のこのののここ ICG というのはこの インターナショナルコンタクトグループといいまして、まあ、これはいわばそのまあオブザーバーといいますか、まあ、仲介役みたいなものをやっておりまして、これも日本が入っておりまして、まあ、交渉の仲介的なことをやっているということでございます。それが民太郎でございますが、この資料、英語で大変恐縮でございますが、この資料8のこの同じページで少し上に戻っていただきますと、あの日本とフィリピンはあのまあ民主主義から自由、人権尊重という意味で、 アメリカ、ヨーロッパと同じように基本的な価値観を共有しております。そういう意味で中国は全然違うということなんですけれども、2つ目は日本もフィリピンもアメリカの同盟国であるということでございます。3つ目は地理的に非常に近いと、信念を共有しておりますし、それから人の域も非常に濃いと、それから4つ目のこのクロースエコノミック対策という経済的な関係が非常に緊密なのは、先ほど申し上げたとおりでございます。 であの私のおしゃべりはこのくらいにいたしまして質問等をお受けしたいと思いますが最後にです、ね、せっかく資料をお配りしておりますので一番最後のページの資料9というのをご覧いただきたいと思いますけれどもこれはです、ね、あの BBC が毎年1月、2月、3月ぐらいにその、えーまあ、世界のすべての国じゃないんですが30数カ国で国際世論調査を行うんですね。国国際世論調査をを行った国を こののの左側の方の縦軸にこう並べてございますで、その評価をされる国はこの横軸に並べてあります。であの、この縦横の軸のですね、この一番左側に日本というところがございますね。で、その日本という縦軸をずっと下に降りていただいて、一番下の平均というところをご覧ください。そうしますと、この全世界の三十数カ国で国際世論評価を、国際世論調査をやってですね、日本の影響力を、 肯定的に見ますかとということを言っっったたた人が53だった丸が53だだ丸日本の影響力を否定的に見ますかという否定的に見ますという人がツ、まあ、という人が21%でい,たいたとこういうことでございますでそこでその一番下の平均というところを今度は左側から右側にこう目を移していただきますとドイツが一番評判いいんですね三十、えー、数カ国でドイツのことを主に肯定的に見るという人が59%いたと。 日本は53だった、まあ、2位なんですねそれからこのイギリスカナダフランスイギリスとブラジル中国インド韓国ロシアとこうなりますでまあ一番評判が悪かったのはまあイランが評判があるかということなんですねでさてあのまたもう一回目をですね上の方に転じていただきまして一番左側にある日本という軸を上からご覧いただきますとこのフィリピンではですね 77%の人が日本の影響力を主に肯定的に見ますと言ってくださったと。と日本の影響力を主に否定的に見るといった人はまあ10%しかいなかったと。こういうことなんですね。で、これが一番この中で日本に対して親日的だったことを示しております。で、その2つ目のこの「アマさんのアマという字が書いてありますが、これはちょっと外務省の略語でインドネシアのことなんですけども、えー、インドネシアがですね、 日本の影響力を肯定的に見るというインドネシア人が71%おられたと、と否定的に見るというインドネシア人が12%おられた、次はこの伯爵の伯って書いてありますね、これはブラジルですね、ブラジルが70対19、タイが60対66対20、アメリカはアメリカ人の65%、まあ、これは大体1000人ぐらいの世論調査です、アメリカ人の65%が日本を肯定的に見るといい、11%が日本を否定的に見るといった。 えー、韓国、これも結構日本が親日、まあ、的に見られているようでございまして、これ、去年の1月の調査です、今年の春の調査、まだ出ておりません、韓国では去年の1月時点で64%が日本を肯定的に見るといったと、まあ、否定的な韓国人は29%いたと、それからカナダ、オーストラリア、ロシア、イギリス、フランス等々で、まあ、中国をご覧いただきますと、やっぱりさすがにですね、えー、中国は日本の影響力を肯定的に見るという中国人は、 29%しかいなかったと、47%が否定的に見ると、こういったというわけですね。で、えー、そこで私が申し上げたいのは、ですね、まあ、あの世界の、まあ、30か国ぐらい、まあ、これ、この縦軸に書いてある国のほかにいくつか16か国ぐらいあるんですが、ちょっと省略したわけです、あのこの紙面の関係で。30数か国ぐらいで国際世論調査をやりますと、まあ、フィリピンがです、ね、一番親日的なんですね、えー、ということを示しております。 で今度あのフィリピンのところをですね横軸、横に左から右にこの目を転じていただきたいと思います。フィリピンが他の国をどう,いう,ふうに評価しているかやはりアメリカを肯定的に見るというフィリピン人が82%いた否定的に見るというフィリピン人は8%しかいなかっただからまあフィリピンではアメリカが一番好まれている次は日本の77%であるで次はまあドイツの59%ですね。 でまあ、フィリピンが中国をどういうふうに考えているかというと、まあ、55%のフィリピン人が中国をまあ肯定的に見ていると、しかし31%がまあ否定的に見ている、まあ、いずれにしろフィリピンではまあ日本の方が中国よりかよほど、まあまあ、なんて言いますか、好意的に見られているというようなことでございまして、まあ、あの最後に締めくくりとして、えーまあ、あの対戦中、日本はフィリピンでまあ相当な、まあ、大きな戦闘を行ったわけですけれども、 戦後、大変フィリピンの対日感情非常に悪かったんですけど、現在ではですね主要な三十数カ国で、こういう BBC のような非常に中立的な機関が国際世論調査をやると、とにかく非常に日本に対して、真摯的な国になってくるということかと思っております。ちょっとその長くしゃべりすぎましたけれども、私の話は一応、この辺で止めさせていただきましてですね。 あといろいろご質問あるいはご議論を受け止めたいと思っております。どうもありがとうございました。非常にあの整理されていましてなんか私ども勉強になったという内容が濃かったお話だったと思いますけれども、最初にちょっと私の方からあの素人の質問で恐縮なんですが、このフィリピンの経済が。 35年ぶりに去年、昨年度、実質成長率が7.3%と高くなっているということなんですけど、これは鉱工業がマイナスから12.1%と急激に高くなっていますけど、これはどういう変化が起きたんでしょうか、その辺をちょっと、うちの話を含めまして、お話しいただけるとありがたいんですか。 あのまず実は、2009年の実質成長率はあんまり高くなかったとっいうことなんですね、えー、つまりあのレーマンショックといいますか、世界経済不況がやっぱり非常に大きく影響しておりまして、2009年がそのマイナスではなかったんですけど、プラス1.1と、最近のフィリピンにしてはまあ非常に低めだったと、でえところが2010年はまあ世界的にですねまあだんだん経済が回復してきた、でそこでその従って輸出も当然増えたと。 え先ほど申しましたように、日本のフィリピンに進出されたまあ工場が大変大きな役割を果たされてますけれども、一つは輸出指導主導型、世界経済が全体良くなったので、フィリピンで物を作るという、そういう航行業が12.1%増えた、はい、えその分母がですね、ちょっと2009年はちょっと悪かったということもある、とこういうことが一つでございます。もう一つはやっぱり内需ででございましてですね この国は9000万人を超える人口でア、ASEAN アの中でインドネシアに次いでまあ大きな人口でございますが、このフィリピン人はその消費成功が非常に高くて、非常にその消費をなさると、日本は貯蓄ばかりなんですけれども、その消費が堅調でありまして、その裏で実は支えておりますのはやはり海外からの送金でございましてですね。 まあその海外からの送金は先ほど申しましたように、GDP の外側でございますけれども、やっぱりお金がまああの例えばお兄さんから弟に送金されてくると、弟はフィリピンの中でそれは使うわけですから、当然それがその消費の刺激になるということで、海外でかすぎの方の送金に支えられた内需が、ですねこれは非常に堅調で、消費が盛んになるという面があろうかと思います。 ありがとうございましたそれではこれから会場からの質問を受け付けたいと思いますけれども質問される方挙手とあの会社名及び団体名をお願いいたしますどうぞどうあの個人会員の新村と申しますちょっと若い質問で申し訳ないんですがこれほどフィリピンとですね、あの日本の企業の関係が深いと分からなかったんですが 大体具体的にどんな企業がどんなことを言ってやってんのか大きな問題結構なんです今、賃金はどれぐらいなんですかねというのはちょっと中国との比較で考えたいんですけど、はいあのーまあ、個別の企業を申し上げてさすえないと思いますが、あのーまあ、有名なところであれば東芝さんがです、ね、マニラの南の方に大変大きなエレクトロニクスの工場を持っておられますね HDD とかそういうものです、ね、の部品ですね。 で先ほど申しましたように、そういうものはそのほとんどフィリピンで売ってるのではなくて、その輸出特別加工区に,輸出しのにおられて、でほとんどすべて輸出ですで、先ほど申しましたように、その,その相当な分が中国に輸出されてるんですね、で中国にある東芝の工場とか、あるいはまあ日本の工場でなくてもです、ね、まあ、アメリカのエレクトロニクス関係の工場にまあ納入されてる、そういうのが多いますね。 それから、これも申し上げて全然差し支えないと思いますが、トヨタの自動車の工場も当然ございますね。でまあ残念ながら、私からは残念なんですが、タイにありますトヨタの工場に比べれば、それは小さいんですね。えー、しかし、フィリピンで売るトヨタの自動車のすべてではありませんけれども、あの <coughs> 相当な部分はフィリピン、トヨタ、トヨタフィリピン社がフィリピンで作っておられる。そういうのも当然ございます。 それからこれも新聞等で報道されておりますが、非常に有名なものとした横浜ゴム,横浜ゴムさんのタイヤ工場ですね、これ、クラークというこの米軍の基地だった空軍基地の後とにできました工業団地みたいなものですね、もうちょっと広いんですけども、そこに進出なさった横浜ゴムさんのタイヤ工場があって。 これはあの横浜ゴムさんの世界における工場で最大のものだと思いますね。これを生産拡張をなさいまして、日本にある横浜ゴムさんの体よりも大きくなるということだと思います。えー、まあそのほかにもたくさんありますけれども、とにかくまあほとんどなんて言いますか、日本で知られた製造業の方が、 フィリピンに出てこられていると、まあ、タイほどじゃございませんけれども、そういうことでございます。であの申し訳ございません、ちょっと平均賃金がいいからかというのは、ちょっと私、手元にございませんけれども、まあ、あのざっくり言いましてですね、えー、1人当たり GDP が2000ドルでございますよね、フィリピンは。でタイがその2倍以上でございますね、マレーシアがその3倍近いんですけれども、まあ、大体それを反映しているというと、その非常にそのあまりにも大雑把な話でございますけれども、当然のことながら、まあ、フィリピンは、 経済発展が遅れてしまったがためにです、ね、チ賃は安い、ただベトナムの方がまだ安いと思います。一人当たり GDP で、えーえー、ベトナムは 1000, 1000ドルぐらいになったと思いますねで、フィリピンは2000ドルになったわけですから、一、まあ、人当たりの GDP がベトナムとフィリピンと2倍違うということなので、まあ、そのチ賃も2倍かどうか、そこはちょっとまだ精査しないと分かりませんけれども。 まあいずれにしろそのベトナムを除けばあの辺ではまあ大きなところではフィリピンはまだまだ労値が安いのでえまあその労働力集約が当たっているんでしょうかね。やっぱ製造業がフィリピンに出ていただく基盤は十分にあるというふうに思っております。あの私がずいぶんいろんな工場に伺いましたけど非常に評判いいです。あの労働組合があるところもあるしないところもあります。 であのまあ、私の立場でちょっと宣伝させていただくと、やはり英語が通じるというのは非常に大きいようですね、あの日本人の工場長さん、工場長さんという経営の方からお話を伺いますとです、ね、なぜそのフィリピンに進出なさったんですかというと、やっぱりその末端の行員とも英語でこうコミュニケーションできるわけですね、でここはこうしろとかですね、そ,のそういうことを英語でその。 まあ、間接的じゃなくてもそのその、ままあ、日本人の方はその末端の行員ともコミュニケーション取りたがりますよね、間接統治するんじゃなくて、そういうときにあの、まあ、あるいはそのなんて言いますか、あの日本人の経営の方は皆さんで、まあ、クリスマスパーティーに行きましょうとかです、ね、そういうときにそのみんなとコミュニケーションできるというときにです、ね、そのフィリピンではその行員がほぼすべてみんな英語ができるわけですよね、そういう意味で非常にこういいということ、それからあの、 えまあカトリックのいいところっていうんでしょうか、あのえー、まあとにかくあの非常にこの大和っていうんでしょうか、あんまりその人間関係が,こうがあのゴリゴリしてなくて、ですね、まあ、みんなでなるだけ仲良く楽しくやりましょうというラテン文化でございますので、えー、まあ最後の投資をどこにするかというご決定にあたっては、ですね結構そういうところがフィリピンに進出した企業の方はまあ好まれている。

和平と言いますすかですねこの見通しを一つ聞かせていただきたいんですけれども、まあ、それとの関連で、まあ、例えばリビアのカダフィ政権がです、ね、ここで落ちた時に何らかの、まあ、何らかのというかかなり深刻な関連あの影響があるのかどうかつまりあのみんなのとの関連ですけれどもあるいはまあほとんど。 関連はつまり将来の和平に向けてほとんど関連はないとご覧になっているんでしょうか、この点をちょっと。あの、ミンダロのロの和平の見通しでございます、あの、実はこのまだ戦いをやめてない MILF という、そういう一派がいるわけですね。でところが、1995年か6年、まあ、15、6年前の段階でもう戦いをやめた。 グループがいましてですね。これは M-N-L-F というんですね。で、ある一定の自治権をもらって、まあ、それで戦いをやめた人たちもいるんです。それに飽き足らない M-I-L-F がまだ戦っていると。で、これと交渉しなきゃいけない。こういうことなんですね。で、じゃあその M-I-L-F はどういうことを要求しているかというとですね、独立を要求しているのではない、えー、ということなので、まあその何て言いますか、他のそのまああの世界中にあるいろんな紛争の中で何ていうかそういうその 独立運動といいう激しさのものもではないそうすると、じゃあ何を交渉するかというとですね、一つはその、まあ、線引きですね、あのまあ、あのイスラム教徒の方はフィリピンの中で5%しかいません、しかし、ミンダーロの西のマレーシアに近いところにまあたくさん住んでおられる、たくさん住んでおられるんですが、あの彼らからはです、ね、自分たちはもうちょっとミンダーロの東の方までいたはずだと。 ところが、キリスト教徒が来てです、ね、北の方から来て、ずいぶん押し込まれたと、こういう意識をお持ちなんですね。でそこでその、ある一定の自治権を与えるとした場合に、どの地域をそういうその、まあ、区域にするかという問題が、その区域の問題でございます。でこれはそ,のそんなに簡単ではなくてですね、そのわーっとこう戦後、まあ、フィリピンの中央部から民団に入ってこられたキリスト教の方は、ですねそんなに簡単にそのなんていうか、 自分の地域をその、まあ、自治的な地域とされたくないということがございますのでそこのせめぎ合いが1つあるともう1つはその線引きができたとしてその線引きの中の自治的な区域でどのくらいの高度の自治を与えるかとこういう話がございますであの、まあ、独立は要求してないんですけれどもその何て言いますか天然資源の開発権は中央政府じゃなくて俺たちがやるとかですね、まあ、そういう経済的な話あるいはその まあ例えば ASEAN アアの会議に俺たちがオブザーバーとしてフィリピン政府とは別途出たいとかですねそういうまあいわばちょっと外交的な話とかです、まあ、いろいろございますであのどの辺で妥協がつくかってことはもう大変難しい話なんですけどもあの一つの問題はあのある程度以上の自治権をその付与するためには今のフィリピンの憲法を変えなきゃいけないっていう問題があるんですねでこのフィリピンの憲法を変えるってことだとこれはまたそのそれ自身大変な話でございますのであの この今、交渉を再開されましたけれども、2年経つとか3年経つとか、例えばまとまるだろうかとか、あるいは今の秋野政権の間に妥結できるだろうかとかいうことは、ちょっとなかなか簡単には申し上げられないというふうに思っております。それからそのリビアの今の事態でございますけれども、の私のマニラで見ておりますと、2つの着目点がございまして。 一つはやっぱりフィリピン人が一番気にしているのはやっぱりデカスぎ労働者なんですねあの。先ほど申しましたようにサウジンがたくさん出ていると、まあ、ちょっとリビアの正確な数、ちょっと私持っておりませんが、あの辺にも相当たくさんのデカスぎ労働者が出てきておりまして、それをその無事に生還できるか、返せるかという問題。それからもう一つはその、ああいうその独裁政権が倒れるということについてのフィリピンへの影響なんですけども。 フィリピンから見ると、いわば逆でありまして、でわれわれはその25年前に独裁者を倒したと。だから、そのわれわれが25年前にやったことを、中東ではずいぶん遅めにやってるなという、そういうある種優越感に見せたですね、俺たちの真似をなんか中東の方でやってるかなという、そういう、ある種上から下を見たような、そういう感じがございます。その IMT、あるいはそのミンダなの現場においてですね、 加田氏さんがああいうことになったことが直接的にどういう影響を及ぼすかについてはちょっと具体的にどちらのプラスなの方がマイナスなのかそこはちょっとわかりません。いずれにしてもリビアの兵隊さんがいることは確かなんです。ただあのやはりあのマレーシアのこの IMT ではマレーシアがの圧倒的に力がございましてですね。えー、まあちょっとリビアの方はそのまあ周十の関係からすると十の方かなという感じがしております。はいありがとうございました。じゃあ一番後ろの原田さんどうぞ。 えっと個人会の原田と申します、えっと、あの軍事的なとこなんですけれどもあの今この,あの大使のご説明の中で、まあ、あのシーレーンというのがございましたね非常にフィリピンは昔からシーレーンというのは非常に重要で、まあ、今も大事ですし日本も、まあ、あの第二大戦中は非常に重要でですね、まあ、逆に言えばあそこを握られて日本の大勢の,あの方が、まあ、バシー海峡あたりではなくなったということはお聞きしましたがあの今中国がいろいろまあ 国力を拡張して ASEAN アアに非常に影響力をだんだんどんどん持っておりましてまああの軍事的にはあのミャンマーに基地を作ってですねそれからあの中にはあの私はびっくりしましたあのタイが中国と合同軍事演習するとかですね <laughs> ええというような私はちょっとびっくりしたんですけどあのまあフィリピンはあのアメリカと条約安全保障条約がございますかねそれからまあ今おっしゃったように昔はクラークとか 暗く、えー、した大きな軍事基地がございましたが、アメリカは撤退しておりますけれども、まあ、重要なところなんで、えー、アメリカとの、えー、安全保障条約があって、まあ、大丈夫と思うんですが、まあ、しかし、ちょっと中国のこういろんなあの、そういう ASEAN の各国に対する、えー、働きかけがございますがね、フィリピンの方は、例えばちょっとこう動揺して、中国とのまあ軍事交流を始めるとかですね、そういうことはちょっと考えにくいところでしょうか。 あのまずちょっと基本的なことで、今お話がありましたように、ですねあのアメリカとフィリピンの間の、まあ、同盟条約とこれは生きております、えー、ただご承知のとおり、今お話がありましたように、基地はなくなったんですが、あのちょっとこの辺のところをもう一回振り返させていただくと、91年にですねあの、まあ、クラークの空軍基地からスービックの海軍基地、どうするかと。 交渉を行われましてですね、まあ、アメリカが撤退したってことはそれはそうなんですが、まあ、アメリカが撤退したくて撤退したんじゃないんですね、ご承知のとおり、まあ、クラークはあのピナッツボ火山の火山灰で漏れちゃったんでこれはもう用,用をなさないスービックの海軍基地どうするかってことになってこれはもうアメリカは使いたかったんですねでフィリピンのコラソンアキの大統領それから後に大統領になるラモス当時の国防大臣等々はですねあのスービック海軍基地存続させるつもりだったんです。 でそのまあ、そのある種、見返りの援助の額をどうするかというような話で、えー、なかなか難しい交渉が行われましてです、ね、しかし、妥結したんですねで、えー、海軍基地、スービックの海軍基地は使って、見返りの金額も決まって、でえー、コラソナ・アキノさんも OK して、で国民世論もです、ね、6割ぐらい賛成したらしいですね。 でこういうその軍事基地を残すとかいう協定で、国民世論の6割が賛成するというのは、これはもう非常に大きな賛成があったというふうに見てもいいような、民主主義国家ではです、ね、そういう数字だと思います。もちろん軍は当然賛成だった、経済界も賛成だった、ところがです、ね、上院、この先ほど申しました24人の上院の中の極めてその政治的な理由で,です、ね、まあ、3分の2も取れなかった、12対11でまあ過半数最悪取れなかった、これもうみんなびっくりしたんですけども。 まあそういういことで92年の年末に米軍が去りましたので,です、ねまあ、誤解がないと思いますけど米軍が撤退したくてもう自分の意思で撤退したのではないということは申し上げておきたいと思いますしからあのフィリピンもですね世論も行政府も存続させるつもりだったともう極めて政治的な理由でえまあ,ある種ハプニング的に近いんですが上院でまあ承認されたなかった。 ここういういいとでございますその92年の年末に撤退の元になった、91年の9月に不承認になって、92年の年末にスービックが完全に撤退したということでございます。そこでご承知かと思いますが、南沙諸島のです、ね、全部の島を中国と台湾とベトナムが領有権を主張しております。フィリピンはその一部を主張しております。 その主張しているま8つの島プラスですねこの岩礁岩のそのンゴ礁の礁岩礁ですね8つの島プラス岩礁がございますがその岩礁の1つに95年,にですね95年の2月に中国が出てきて漁船の台風の時の避難所というのを作っちゃったんですね大騒ぎになりました。 あその数年前の92年の年末に、やっぱりスービック海軍基地がなくなったので,です、ね、えーまあ、中国がその、まあ、出る決断をしやすかったんじゃないかというふうにも言われております、それは95年の2月でございます、でフィリピンはです、ねまあ、なんていうか、反省したっていうと変な言い方なんですが、まあまあ、大統領はスービックにアメリカにいてほしかったんですが、まあ、上院が否決しちゃったと、なくなっちゃったと、そしたらまあこういうことだなと。 これは95年でございます、それから96年には、ご承知のもうフィリピンの目と鼻の先の台湾海峡でですね大変な大きな問題が起きるわけですね。でやはりそのアメリカの軍事的なプレゼンスを必要とするのではないかという動きが出まして、ですね99年でございますけれども、えー、あのアメリカの米軍基地をもう一回元に戻すということじゃないんですが、その米軍に時々まあ訪問することを、 米軍の兵隊が時々フィリピンを訪問することを可能にする協定とはうのができました i t i n g Forces ー g r アグリメントといってですね、訪問する米国軍隊のまあ特権免除を定めた協定なんですけれども、これがラモス政権の末に署名されまして、まあ、エストラダ政権になってからまあ上院の承認を得まして、これが可決されていますで。そこで、えー、基地はなくなりましたけれども、 大体常時5、600人のです、ね、米軍の兵隊の方がまあ共同訓練ということでフィリピンにいるというふうに言われております。で、共同訓練をやっておりますし、それから2001年のいわゆる9.11ですね、その後はまあまはテロ対策の共同訓練ということも出てきましたので、アメリカとフィリピンのまあ共同訓練、特にテロ対策という意味での共同訓練がです、ね、まさにミンダノ党 <coughs> で、 1>, まあ1年に少なくとも1回行われるようになったこういうことが現在の米比の安全保障関係でございます。であの中国でございますけれども、あの中国と合同訓練するというところにはなっておりません。ただあの、まああの、これは日本だってそうなんですが、まあ、そ,のそれぞれの軍のまあ幹部の交流ですね、それでまあ対応すると、これは別にその同盟したということと関係ないわけでして、ですね,でですね、まあ、ある種、ライバル関係にある国との関係でも、まあ、えー、緊張緩和という意味でですね、 軍のの首脳の総合訪問ということこれはまあ中国、フィリピンもやっておりますしまあ若干のですねえまあ機材というんですかね、ののこれはあのアメリカがフィリピンに大量に援助しているそのえ兵器とかなんとかのと比べれば金額的にはそんな全然大したことないんですけどもまあ若干ブル,ゾブルドーザー的なですねえー災害対策のときに使うようなそういう、ま。あ 軍軍のものでありますけれども、そのそういうその高度な戦闘に使うようなものではないような、まあ、ブルートーザー的なものを中国がフィリピンに送るとという程度のことはございます。よろしいでしょうか。えー、どうぞ、えー。今のご質問に関連しているんですが、ベトナムはですね、すぐ上に国交の代表者。 もう2000年の歴史のうち1000年ぐらいは中国に占領されてたというですから ASEAN アアの10カ国のうちもし自分の記憶が正確ですとベトナムとシンガポールとフィリピンだけはあの中国の兵器を買わないということまでやっててしかし中国側としてア ASEAN アを分断したいんで安い兵器を随分精力的に運び込んでいるんですがそれはそれとしてベトナムの場合はそういうことがあるもので 統一した後中国人社会をむちゃくちゃに解体してボートピープルになって追い出したんですがさて今のところフィリピンはうまくバランスを取りながら米フィリピン同盟大事にしてるとしてももしも中国人秋野さんも中国系の移民のあれですが中国が指突っ込めるだけの中国人コミュニティがあるのかないのかその辺のところちょっと実感を教えていただきたいと思います。 あの <laughs> フィリピンにおける中国社会、まあ、中国人、華、ま、僑、あ、系の人のプレゼンスのお話でございますけどね、ご承知の通り、あのコラソン・アキノさんのひいおじいさんが、まあ、福,福建省から来たわけですね、えー、それからその、まあ他の、まあ、これはコファンコ系って言うんですけどね、えー、それからそのまあ20家族ぐらいのまあフィリピンの富豪を取れば、ですね、まあ、9割方、華僑系だと思いますですね。 一番大きなその銀行のメトロバンクというのがあるんですけれども、それをまあ創始、その創始者、まだあの現役ですけれども、の方も、これは T さんというんですけどね、福建省ですしね、それからフィリピン航空の大株主であるまあタンさんという方、これも一世ですよね、戦後、やっぱり福建省からフィリピンに来て。 まあマレー系の人はのんきなんですけど、家境系の人は一生懸命働くと、あっという間にこのフィリピンの中でですね、財をなしてしまうんですね。えー、<laughs> そういう方が大体、財界というか、フィリピンの富豪の中の9割方を占めている。 いいうことが現実的にございますで、まあ、インドネシアで,はでもそういうことがあるらしいんですけども私インドネシアのことはあんまり詳しくないんですがインドネシアではそういう華経系の方が経済をぎゅじっていることに対してですね華経系じゃない方の反感があるようですねで時々石を投げたり放火があったりするとでフィリピンではそういうこともなくてですね非常に同化されてるんですね。 これはどういうことなんだろうかと、いろいろ私もいろんな人に話し聞きましたけど、一つはですね、まあ、その一世の方は分かりませんが、そのキリスト教にその非常にこう同化しちゃうんですね、まあ、その本当に神様信じてるとは別にしましてね、まあ、フィリピンに来たからまあカトリックになっちゃう、子供さんから孫になると、本当にまあカトリック信じてるんですよね、毎週日曜日にミサに行くと、寄付をすると。 名前を見るとすぐ中華系だって分かっちゃうんですけども、まあ、非常にそのやっぱりあのフィリピン社会のキーワードはやっぱりカトリック、あるいはキリスト教ということなんで、ですね。華、ま、経、あ、系の人もカトリックになるのを見ると、まあ我々と同じだなということで、まあ、反感を呼ばないと、まあ、その戦術的にキリスト教になっている方が別にしますして、まあ、そういうことが一つあるかなということがございます。 ででどのくらいの人数がいるかということは、これちょっとわからないんですけども、非常に深く広いものがあるようでございましてです、ね、マルコス大統領も核兵の血を引いていると言われていますね、それからのホセリザールという有名な、これ、アメリカに来る前のスペイン時代のまあ英雄なんですけどね、スペインに反抗したあの人で、まあ、この人はまあえ名前も宗教も文化も,も、小説も書いていますし、 全てそのスペイン時代のフィリピン人なんですがどうも血は家境系だったらしい、えー、それからあの、まあ、こういうところで言っていいのかあれなんですが、まあ、アロヨさんのご主人ですね、まあ、アロヨ前大統領のご主人も相当中華系の血が入っていると言われておりますね。ということでサワキ乃さんのひいおじいさんが家境だったとかそういうその極めて明確に認識されてる。 方もおります。けれども、あんまり明確に認識されてなくても、どうも、なんか、総裁の費用。おばあさんがとか、まあ、自分の血はそのまあ、三十二か六十四分の一は中国系じゃなかった。と聞いたような覚えがあるとかですね。そういう人が実はたくさんいるってことは、事実でございます。ただ、それを使って中国政府がフィリピンを動かす。手コになるかどうか、ということになります。と、ですね、それはちょっと違うんじゃないか、と感じがします。 やっぱりそういう方はやっぱりフィリピン人としてフィリピン国に対する忠誠心を誓っているわけですね。でそういう方の多くはあの、まあ、中国共産党の標榜する共産主義が好きかっていうと決して私はそうじゃないと思います。むしろ中国共産党の支配を嫌ってフィリピンに来られた人もいるかもしれない。えー、ということでございますのでやはりその中国政府があの そういうい人たちを使ってそのフィリピン政府を動かせるかというと、まあ、かなりの影響力は行使できるかもしれませんが直ちににそそそれれででどうこうこといいのはそれははんなな簡単ではないと思いますあのむしろ先ほど申しましたようにあの去年の12月に例えばノーベル平和賞になぜフィリピンが行かなかったかというとフィリピンの出稼ぎ労働者の中のかわいそうな3人が死刑を受けそうになっているじゃないかとむしろそっちのフィリピン人がその脅かされてるか脅かされてないか よりも前にフィリピン人自身がなんか脅かされた心境になってしまっていると中国が怖いという意識があって自分の方から怖がっていて自分の方からなんから必要のない妥協をしているのではないかというふうに批判されているということで中国がフィリピンに対する手こがあるのかもしれないというふうに個人的には感じます。はいどうぞ NHK の,の OB ですが1986年にですね ODA の一環で、まあ、飯村さんが3時間の頃だったんですかね行きましてちょうどそのマルコスのクーデターまさにその時会っちゃったんですがあの時にですねあの、まあ、基地を取り囲んであの、まあ、キリスト教の神父がそこをみんな取り囲んで、まあ、防衛しろと言ったんで結局マルコスはあ 戦車出せなかったというところもありますけど、そういう要素があの、まあ、フィリピンの中で、ね、相当大きなその安定勢力になるか、あるいはあの子と比べてです、ね、もうああいうようなことは起こらないように、フィリピンは発展してきたんでしょうかということをちょっとお聞きしたいと思います 2>, あの2つのご質問をいただいたように思うんですが。 その一つはその宗教界がその政治的な影響力があるかという、そういうご質問であるとすると、あの時のそのマニラ枢機系というのは、シンさんという人で、この人、まさに中華系なんですよ、シンという名前から分かるとおりですね、このシン枢機系は、おっしゃるように、江戸サ革命の時にでに、エンリで国防大臣とラモス参謀次長が、マルコスを支持しないと言って、軍事基地に立てこもった時に、そこをマルコスの政権が攻めてこないように、 江戸沢大通りにみんなで出てきましょうとそういうことをその数奇系が言ったわけですねこれものすごい政治的な大冒険の発言でございますけどもそのそういうことを宗教界がやるまだやるような形かというとそれはそうでなくなったと思います、まあ、その新数奇系という方のまあ非常にその強いパーソナリティが あったとということもありますけれどもそれを継いだ今のフィリピンのカトリック界の方はそ,のそこまでというんですかね、まあ、政治的な動きをなさるということはないと思います。あのまあ、4、5年前、あるいは3、4年前に、アレオ政権に対して非常に批判が強くて、ですね腐敗汚職ということで、やめろというようなデモがあったときにですね、 そのカトリック教会もそっちに突くかどうかというのが1つ、まあ、みんな着目してたんですが、まあ、そういうことはカトリック教会はしなかったですね、アロヨ政権反対というようなことは言わなかったということでございます。それからあのご質問がです、ね、その86年のような事態が今後も起きるかどうかというご質問であるとするとです、ね、私はもうないような気がします。<laughs> やっぱり 86年までのマルコス独裁政権というのは、これはもう極めてすごい独裁政権であって、ですねまあそれを倒したいという国民がまあ大半をだんだんに占めてきて、ついに倒れるというのは、今から見ればですけれども、自然の勢いであって、ですねまあ今は中東でもそうなっているということですね。今はまあちゃんと大統領選挙があるわけですから、3年に1回の中間選挙もございますし、何も革命をやらなくてもですね、 ちゃんとした憲法に従った民主主義的な手続きで、政権を変えることができるということは定着してきただろうという感じがいたしますそれでは時間もまいりましたので、最後の一問とさせていただきたいと思います、どうぞ。えっと今のようなそのまああの社会体制が大きく変わるという、それにちょっと関連するんですけれども。 まあ見てますと相変わらずずっとまあ江戸沙革命以来ですねまあエリート層を代表したような大統領あるいは民衆の声を代表したような大統領えがまあ変わるがわる出てきてしかもまあ引き続きマニラの中を見ていても大変な貧富格差が残っているとで今度の秋の大統領がですねこういった格差等に大きく大胆にメスを入れて既得権益層に の権益にメスを入れられるのかどうか、その辺について1点お伺いしたいのと、もう1つはちょっと欲張りなんですけれども、えーっと、さっき中国の話が出たところで,です、ね、中国ア、ASEAN アの FTA に関してです、ね、フィリピン内での評価はどうなのかと、インドネシアの中では蓋を開けてみたら、どうも貿易赤字が増えるばっかりで、あんまり良くなかったんじゃないかというような声も出ているように聞きますけれどフィリピン内での評価はどうなのか、お聞きしたいと思います。えっとあのー うん、最初のご質問は、えー、貧,富貧富の格差ですよね。あのー、おっしゃるようにその確かその貧富格差がアジアの中で一番激しいのは中国なんですね。えー、その次はフィリピンなんです。で、えー、その構造を変え,る変えられるかどうかということなんですけどこれはまああの、えー、非常にズバッと。 答えるとと非常に難しいいんだろうと思いますねでその特にその秋野さんが変えられるかとつまりあと5年で変えられるかということになるとこれはそ,のそう簡単に変わらないんじゃないかという感じがいたしますでこれはの政策をどうするかという話の前にです、ね、その社会構造がそうなっちゃってるということがございましてです、ね、そのどういう政策を打てば直ちにその貧富の差がだんだん背負っていくかというとこれなかなか難しいんだろうと思いますね。であの一つの方法はあの 分配よりもそのパイを大きくするというのはやっぱり一つの方法としてあるんですね、やっぱりアジアではです、ねまあそのまあ、中国がまさにそうなんでしょうけどまず富国であって民国民を富ますのはその次だとまずパイをでかくして分配のことは後で考えると、まあ、これ、中国がある種、今成功しつつあるあるいはその成功しつつあるように見えて分配のほうがうまくいかなくて大変なことになるかもしれないとそういう瀬戸際に今、中国があるかもしれませんが。 あのフィリピンを見て私が痛感するのは貧富の差をなくすという上での最大の,あの手段はフィリピン全体を飛ばすということによって全体のフィリピンの経済を良くしてですねでまあ1人当たり GDP で割ってみると 2000, ぐらい2000ドルぐらいになったということであのやっていくという方法がまあ,ある意味でその実は成功法なのかなと東アジアを見るとそういう感じがいたしますよね。 あとはその分配の方をどうするかってことなんですけど、これあのやはりその税ですよね。でそのまああのよく言われているのはその税金を払うべき人がまあそのえその当局にいろいろその工作をしてですね、実は払ってないんじゃないかとこういう問題がございます。そういうそのまあその政策じゃなくてですね、その政策の問題じゃなくて既存の法律をちゃんとその実施しなきゃいけないというそういう。 実施の面で,です、ね、きちんとやるべきだということは秋野,あの秋野さんは言っておられましてです、ね、これをやればあのよくなっていくと思いますただあのこれはの一朝一夕ではなかなか大変で,です、ねまあそのまあ、いろんな当局の人が、まあ、月給が安いものですからね、まあ、いろんなことをなさらないと自分の家計を養っていけないという面もありましてこれはその政権中枢の腐敗とかそういう問題のほかにその、まあ、社会に根付いたその 汚職体質みたいなものをどういうふうになくしていくかと、これ、非常に大きな問題でこの、なんて言いますか、大統領が旗振って一朝一夕に治るというものではないのかなというふうに思います、ちょっとあのお答えになったかどうか分かりませんけれども、農地改革ですかあ、これもちょっとなかなか難しいですね、あの一言で言いますと、その秋野さんの関係している農園の問題だけではなくて、もうちょっと大きな問題でございまして。 あの実は農地改革をしてその今までの古作農の方に土地を与えてそれでうまくいってるかというと実はそういううまくいってないっていう問題が実はあるんですね灌漑施設がないとかですねであの農地改革で土地を分けたけどもそこは一番痩せてる土地を分けただけだとかですねこれも非常に根の深い問題だと思いますあのこれもちょっとお答えになったかどうか分かりませんけれども。 中国との FTA ですが、これはあ,のあんまりフィリピンでは大きな問題になっておりません、あの中国との FTA ができたから、中国向けの貿易が増えてよかったとかですね、という声も聞きません、あのそれから逆にその中国との FTA ができたので、中国からえなんか産品がたくさん入ってきて、フィリピンの地場産業がやられてるとかいう声もほとんど聞きませんですねよろしいでしょうか。 えー、それではあのさまざまな質問に、えー、的確にお答えいただきまして本当にありがとうございました。えー、これは今日のオレ・マンクシアクラブからの。どうもありがとうございました。